お待たせいたしました。それでは江戸消防記念会によります祝いの木やり、そして真鶴にてご先導いただきまして、いでたちの手締めをお願いいたします。そしてその後一斉に発表していただきます。それでは柴崎会長、よろしくお願いいたします。それでは、みこしの出発をいたします。祝いの木遣りの後、真鶴を持って一斉にみこしを上げてください。よろしいですか？はい、お願いします。よそいを飾る錦の袖、かざすおぎの沖なぐさ、やりゃりゃ、はい、キキ。
会の頭中の皆さん、各区の頭中の皆様でございます。ありがとうございます。実行委員長であります、東京都神社庁副庁長山口直秀よりご挨拶を申し上げます。ご紹介いただきました、実行委員長を務めました山口でございます。ありがとうございました。お天気に恵まれまして、ただ早朝から夕方まで本当に大勢の皆様にご協力ご参加をいただきましたことをありがとうございます。資格は江戸城の守りであります比叡神社さん、神田神社さん、そして遠くは八丈島からのご参加でございます。1万人を超えていると聞いております。本当に皆様のご協力のもと素晴らしい、みこしぶりができました。本当に感謝申し上げます。ぜひですね、この令和一番初めの大きな集まりでございましたけれども、どうぞこの感動をですね胸に、令和の時代天皇陛下に寄り添う気持ちで、ご奉仕いただければとかように思っております。本日は誠にありがとうございました。次に天皇陛下ご即位ご退廷をお祝い申し上げ、聖樹の万歳をいたします。山口実行委員長に合わせ万歳三唱を合わせてお願いいたします。それでは皇居の方へみんな向きを変えてください。沿道の皆様もご一緒にご唱和を願います。天皇陛下のご即位を祝し、天皇陛下万歳万歳万歳。ありがとうございました。席をお戻りください。おために天皇陛下ご即位ご退廷を祝います国民祭典奉祝祭りをめでたくお開きにすべく、江戸消防記念会の皆様によりまして大締め戸締め一報をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。やあ、
手を拝借いたします。よー、皆様ありがとうございました。これをもちまして天皇陛下ご即位をお祝いする国民祭典第1部奉祝祭りを終了といたします。皆様ありがとうございました。それではこれより接種をお願いしたいと思います。ご参加の皆様にご案内申し上げます。近くの方から速やかにみこし出しを誘導員の指示に従って接種をお願いいたします。誘導員は誘導をお願いいたします。お近くの方から誘導員の指示に従いましてみこし出しを接種していただくようお願い申し上げます。誘導員が接種の手順を導きますので、それに従って、駐車場の方へ進めていただきます。支度だけはしていてください。よろしくお願い申し上げます。